Z38 自列車の牽引を担当する DF11G00660065 機関車中国国鉄における10連巡高速ディーゼル機関車ディーゼル機関車東風 11G 中国国鉄の第5回鉄道大日下げ速の需要に応えるため中国駐車赤書籍汽車場が特別に開発した機関車である DF11 型 DF-11Z 型を参考した機関車の技術を参考し、単運転士担当、長距離運行、客車への電力提供などの機能を持ち、また、中国発の100%マイクロコンピューター制御技術を採用したディーゼル機関車である。中国の鉄道の第1から第4の高速化の中、赤書石記者上開発の DF-11 ディーゼル機関車が、 徐々に高速化の主力モデルとなった。一方、第5回大日下げ速が望む、Z 型時期特急列車のためには、より高性能な機関車が必要になる。直通急行列車には、長距離、ノンストップ、シングルドライバーなどの特性を備えなければならない。長距離とは、機関車の運営距離が初めて1 0 0 0トルを超える、ことを意味する。例えば、機関車を交換せずに、 北京から杭州までの 1600km を走り続けること。ノンストップは途中は停車せずに目的地に向かうことを指す。シングルドライバーとは機関士一人のみでの運行とのことである。2003年5月、中華人民共和国鉄道部が赤書赤汽車場に東風11機関車をベースにした第5回大日下げ速に対応できる高速機関車の開発を要求した。 三つの一、つまり 1600km を超える距離を最高速度 160kmH で運転し、一人のドライバーが制御し、一回で成功すること。さらに、その機関車は客車に電力を供給する機能を備えなければならない。開発の期限は5ヶ月に、 制限されており、2003年7月15日、鉄道部から機関車の技術設計がテストされ、同年8月末に、機関車の組み立て設計が完了し、試作が開始された。2003年11月15日、最初の機関車が出荷され、型番は DF11G とされ、G は機関車電気供給タイプを表す。時の粒子軍鉄道部元部長が、中国の鉄道の 飛躍的な発展を提案しているため、すべての東風 11G 機関車には、機関車のボディに、ここしのロゴがついていた。その後、2台の試作機関車が、北京の中国鉄道アカデミー、中国国家鉄道試験中心に直行し、列車の重量、ブレーキ、動的性能、指導加速、電源性能、牽引など、一連の安全性評価試験が実施された。 2003年12月、DF-11G 機関車は高速カレッシャとして、本線走行試験を完成した。この機関車は19台の客車を経営し、北京から上海、広州、西安、南昌までの本線走行試験を抜け、途中では最高テスト速度 177.4kmH に達し、全過程で乗用車へ電力を供給していた。中でも、 最長の北京上海公衆高速化試験が2003年12月18日に実施され、流言部長らが自ら乗車して、流言部長は全家庭の進行役を果たした。午前6時55分、列車は北京駅を出発し、最大テスト速度時速 169.2km、平均走行速度時速 138km で11時間50分間、止まらずに運行を続け、 午後6時45分に甲州駅に到着した。ありがとうございます。